皆さんこんこにちは小林太郎ですさてえー、とできるだけ極力私の番組では憲法改正というテーマねこれについていろんな方向から、えー、お伝えをしてきましたが、えー、今日7月5日憲法改正へ自民の新チームが初会合、えー、古谷刑事さん精力的にある岸田総裁にも来てもらうということでですねまずは、えー、有事の際に えー、衆議院、参議院ともにですね選挙中だったらどうするのかという問題に対する国会の機能維持についてですね、えー、条文案の作成に取り込むとで、もちろんそれで終わりのわけはないんです。えー、緊急政令、緊急時におけるやはりあの今ね、ねワクチンとの絡みで緊急時に強制されたら大変だ、全くその通りですよね。そんんななことあっていいはずはないんですよ だからこの問題は私も当然そんな試験制限の中にですよこんなに気軽にボコボコボコもね何でもに国民に強制するというようなことがあっていいはずはないんですがその一方でですよ今ね緊急時においてこの国は本当に機能するんですかといったら有事の法体系がゼロなんですよ本当にゼロなんです有事,の有事にものすごく強烈な亀裂が 政府や国会に生じるとですねもう超放棄になるんです超放棄になるでも超放棄って言ったって行政を全部命令で動かさなきゃいけないで細かいことで維新伝信で日本中の行政が動くはずないでしょ維新伝信だっって,ったって政権だけが残って国会は機能しないとじゃあ総理がこれをこの方向でやってくれって言ったってその方向に該当する法律がないのにその方向をどうやって現場をやるんでしょう ね法律がなければ、えー、車一つの手配だって、えー、根拠がなければできないわけですその臨機応変の意味がじゃあこっちの村を先に救うのかあるいはこっちの、えー、学校施設をすす救うのか老人ホームを救うのかシビアですシビアだけれども災害時つまり有事というのはですね普段と違って、えー、優先して選択をし 優先してて切り捨るるという作業が不可欠になるんですよ。で、これは我々の日常の言,言説の中でマスコミでそんなこと言ったりして失言だなんだともういい加減にしてくれそれ平時と有事は違うということを切り分けない限り有事において本当に日本人を最小限の被害でこの国を救うという滑走すら持てないまま本当の有事を迎えてしまいます。ですから 有事法制は絶対に憲法マターとして必要なんですでその一歩目がこの国会の機能維持でそれ以外に緊急政令等の有事における政府機能をどういうふうに維持し、えー、平時と違う法体系を解放で作っていくかこの議論に我が国はまあ気が遠くなるほど遅ればせにやっと到達したわけですね。 でいつも必ず私の番組でご紹介するこの私の、えー、うちの総合雑誌総合の特集2が核シェルターになってるでこの核シェルターの議論も当然今までしたことがないんですよ。それ当然したことがないことは当然じゃなくて世界中でそんな国ありません。まして中国北朝鮮ロシアの核が日本に向けられている中で日本国民は、えー、核避難施設が0.02%。 先日、えー、この「避難シェルター議連」という、えー、議員連盟これはそれこそ古谷敬二さんとか片山さつきさんとかですね、えー、が、えー、中心となってそれから武隊さんが、えー、と事務局長かなという形でですね、えー、私のこの平和権もこの議連とも今、えー、意見交換をしながら やっているんですけども、で、これが包括的な核シェルター論はこの。本誌が、日本で初であると。言えます。逆に言うと、こういう同人誌みたいに、ほとんど読者を持ってない。小さな同人誌で,ですね。まあ、国会議員には基本配ったんだけど、この号は。こういう。ところでしか、まだ核シェルター論が。なされたことがない。世界中で、こんな国は本当にない。これ、なぜかって言ったら。 有事という発想を持つこと自体がことたま信、あ、仰なんですかね、えー、なんか地震が来るかもしれないとかって言うと地震が来ちゃうかもしれないからことた的に言ったら地震が来るって言わない方がいいと地震が来ない地震が来ないって言っとおけば来ないとまあさすがにそういうわけいかないだからこのあのもう有事という発想をしっかりと持つということそれのための一歩が初めてですよ 条文起にに自民党が具体的に動いたいそして、えー、もう総裁にも、えー、来てもらうということで岸田総裁が、えー、次にこの憲法改正の具体的な条文づくりにですよもう総理大臣の立場としてはなかなかそれい言っちゃいかんとかっていうことを岸田さんも安倍さんもよく言ってただけどももう総裁としてですね条文起草の現場に出席をすると。 憲法改正って国民投票にかける最も重大な案件でしょ我が国における最高法規を国民に問いかけるって言った時にですね総理大臣が今何て言ってるかというとこれ岸田さんだけじゃないからねちなみに安倍さんでも誰でも総理大臣の立場としては具体的な条文案等については、えー、についてお話をするのは差し控えねばなりませんがってこの、えー、ここにも岸田さんが憲法改正について。 え詳しく語ってくれてますが、もう何度も言うんですよ、何度もおっしゃるんですよ。総理大臣としては発言を差し控えねばならない。総理大臣としては差し控えねばならない。で週間でそういうふうにね言えと、まあ内閣法制局か何かのその日本の、えー、要するに内閣総理大臣の発言の一種の週間、えー、付けが行われているけど、ちょっと考えておかしいよね。現行の憲法を守るというのは当たり前です。 現行の憲法を遵守するのは行政のトップとして当然だけども内閣総理大臣というのは最大与党党自由民主党のトップなんですでこの最大与党というのは国民の多くの人の何千万人の票を受けて自民党のトップをやってるわけでしょ。そしたら自民党の党勢は、えー、自主憲法制定です。 まあ残念ながらそこまではそう簡単にいかないので憲法の条文一部の改正から入るわけなんですけれどもこれは要するに自民党総裁としてはですよ明確にね総裁としてはこういう考えを持ってるからこういう条文作りを皆さんしようじゃありませんかって言わなかったら国民の民意を受けた自民党総裁としてはおかしいでしょ。つまり総理大臣とととして現在憲法を守るというのと 本来あるべき憲法条文案はこうだと思うからこういう改正をしようじゃないかって言って総裁として呼びかけをするというのは二重構造にになってるるけど同時にできることですよこの瞬間は憲法を遵守しますでも改正案は私が総裁として率先して作りますとそしてその国民に示して国民がねこれを否決したら現行憲法を遵守するんですよ。それでいいんでしょ だって否決されたものはこだわっちゃいけませんから当然遵守しますけどもし自民党総裁としてまた自民党が率先して国民に示した条文を国民投票でこれが通ったらその新しい自民党が与党として率先して変えた憲法において全ての日本の在り方が変わる日本の在り方をしっかりと民意にこれでキャッチボールできるじゃないですか。 与党,と与党が国民に提案して国民がそれに賛成してそれをもとにして今度は新しい法律が作られていくこれで政治がダイナミックに動く。この国の閉塞した状況特に今言った有事ということを考えもしないできたというこの75年の不作為これ恐ろしい不作為ですそしてもう一つは自衛隊科研ですよ今こだわっているのは私どもがそして 多くの自民党の、えー、もう幹部たちと意見交換私も民間の言論人として意見交換を重ねてきた結論を言いますと自衛隊名機というものをしっかりと打ち出すということが、えー、国民にも今望まれているという意見で一致していますまだまだ自衛隊名機は慎重を着さなければと言ってる人は少なくとも私どもの内側の会話では私の知る限り一人も いないと言っていいぐらいそこは自民党の意識も変わってきている国民の世論調査はもちろんものすごい勢いで今変わってるんです、えー、憲法改正は、えー、朝日新聞読売新聞等で55から、えー、共同通信 NHK まで入れると75%最大の数字ですと75%が共同通信かなもう憲法改正の必要があるというのが世論調査の数字ですもう 憲法改正そして特に自衛隊名義ないし9条,9条改正についても国民の過半数が賛成をするという数字がほぼ安定して出てるんですしたがって当然憲法改正の中には自衛隊名義まで入っていくそして、えー、条文作りに岸田総裁が参加をすると政局をやっている場合かな自民党の皆さんとあるいは何かね報道を見るともう 「えと政局は自民党総裁選一色だか」とか書いてあって「一色」って誰がまだ総裁選出馬表明もないしなんか菅さんと石破さんが飯を食ったとかねえ誰それと彼それが飯を食ったとかえ将来総裁選に出ることは考えているとかっていう発言ポロポロ出てると。 冷静に考えていただきたい。衆議院の解散はですね、衆議院の任期満了はまだ一年三ヶ月先です。一年三ヶ月先なんですね。菅さんが一年で総理大臣退陣に追い込まれてしまった。まあこれは。 えー、実はまあ私も、えー、菅さんでは勝てないこのままだと大きな政変になったら困ると思った、えー、一人でありますその頃は安倍元総理とに、えー、進言をして私は高市早苗候補を安倍さんが全面的に、えー、菅さんが出ないとなったら高市をやるということを安倍さんが、えー、お決めになって。 そして菅さんが出なかったので出るんだったら安倍さんは菅さんを応援するとこれは最後の最後までおっしゃってました。絶対自分は菅ちゃんで行くんでくだとだけどそうじゃなければ高市さんを少なくとも小川は高市はやりますよすいませんけどと私は安倍さんと違って菅さんに義理があるわけじゃないんでここはちょっとあのしっかりと総理,が貢献あの総理が貢献になっていただこうといただく前にとなんとか高市さんで えー、チャレンジをしてもらいたいななと前回はそうなりましたただ、えー、それでその結果岸田さんだったでもあの時なで私はそう思ったかとこれは簡単な話でもう選挙が目前だったそして <laughs>、えー、大変に選挙に、えー、勝てない状況これはね、あのー、コロナの問題です。コロナで 結局コロナとオリンピックが重なってしまってそのお結局コロナの圧力でもうこれは菅さんは犠牲にななったとしか言いいよようがないんですよだけどそれはもうその運命ってもんですねつまりコロナでえもう緊急事態宣言をしては人流制限をしてコロナでもう飲食店にも行けないコロナでもう考えられないような意味不明の行動制限をあの頃たくさんやったでしょ。私あの今でも妙にね いろんな人からなんか、妙にいつも酒飲んでる人みたいなね、えー、印象でもたれることがあるんですよいつもなんか銀座で飲み歩いてるとそれなんでだろうと思ったらねコロナの時私ねもうレジスタンスですよこれこんなこと本当やったことないですよその時私人生で最も例えば銀座なんかに飲みに行ったのはこのコロナの間だけですはっきり言ってだってもうかんこどりだって店客ゼロだもん で私が行ったってさ店が持つわけじゃないけれど、まあ、そういう状況を知ってしまったらこれはね男が去ると言ってまあ本当の話あのその頃私はあのわざと酒を飲んでる写真を毎日外で飲んでる写真をわざわざ毎日アップしたんですよ。 でこれおかしいだろうとこんな人流制限とかね行動制限こんな根拠のない試験制限を一体いつまでこのバカげたことやってんだっていうので毎晩酒を出すそしたらその頃ある日安倍さんにお食事に誘われましてほいでですね他のまあ棒人,人と人ととまあ4人の会食だったんだけどえっ、ー、と 安倍さんは私のとか見見ててね見てね、らっっししゃったんでしょう。私はまだいちいち確信したことはないんだけどそれでその日一緒の晩飯だったんだけど「小川さん悪いんだけどさ」と「小川さんあの今でも勇ましく毎晩外で飲み歩いてるけど今日はちょっとさすがに俺の会だから酒は出せないからね」って言われたんで「あすいません別にあの今日酒は飲むつもりはありませんけど」。 と言ってあのその日はフレンチでしたけどもお水水と炭酸水で、えー、フレンチをいたただきましたで、えーっとですね、そのぐらい私はあえてですよあの頃それをやってたんだけど要するにそれは菅さんがですね五輪を人質にとって人流制限や試験制限をやれやれって言われたんだよマスコミや東京都知事から。 そうすするとですねオリンピックを開催するためにずる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 と緊急事態を引き延ばしたその緊急事態を引き延ばすことに国民は納得してないからだから支持率は下がり続けたそして挙句の果て東京五輪でやっと支持率回復してこれを世界に向けてコロナを克服したぞとやろうと思ったらさ人入れるなって話になっちゃって無観客の五輪やった。もう白切って これもどうかと思ったけど安倍さんはコロナの五輪を招致した時の総理大臣だけど式式行っってておおららられれなないいからね開会式出席ししし結構びっくりしましたこれはまあいろんなねつまりいろんな人が行動制限の中でですよ天皇陛下はあれですあの当然お出になるそれから主催者の小池さんも出るし、えー、と日本の総理大臣の菅さんもお出になったけれども。 えもう最小限のスタッフにしなきゃいけないっていうんで前職で誘致したはずの安倍さんも出なかったというような何とも中途半端なというか中途半端というかもう冷えびとしたゴリにななっっちゃゃ支持率どころの騒ぎじゃないそれでですねもう直後にもう選挙があるという中ではこれ大変あの大きな国民的なフラストレーションを全く解消できないままの選挙戦に突入するということでえー 自民党の総裁選をやらざるを得なくなくったんですよでも今ね岸田さんにおいてははっきり言って菅さんの時もその菅さんの時はまあなんていうかな失勢じゃなないもう運命なんだコロナの,その緊急事態緊急事態緊急事態で試験制限をしたのは私はもう失勢という五輪を人質に取られちゃったということのえしでしょうがなかったんだけども結果としてはそのことによる日本の閉塞状況をご自分であがなうほかなくなったんです。 それが菅さんの対人の対人的な見方です細かい政局的な見方じゃなくて。で今岸田さんは、えー、と全くそういう意味では国民経済も国民の産業もそれはねあの燃料費が高騰してるっていったってこれも、えー、世界基準で言ったら一番抑制してますから。で失勢どころか日本の国運は非常に上を向いてますよ今の段階で言って。国国力も国民の えっとまあ投資熱や経済、そして雇用もすべてうまくいってる。そして憲法改正までですね、こう来てる。そして選挙はまだ一年三月先ですよ。その時に。絶対今のタイミングで総裁の首をすげ替えなきゃいけないという。ロジックは働かないんですよ。ですからこれは。えー、あの。石破さんとか茂木さんとかにしても。 生煮え状態なの、ね、要するになんかこうとりあえず火はつけてんだけど全然ジャン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 もうやめこのまま行ったらやばいとかっていう沸騰してないんですよ選挙がその気になったら選挙先なんだもん。任期満了の直前に岸田さんが総辞職をして真身にバトンタッチをすると例えばですよ。そしてもういきなり40前後の小泉進次郎さんはなんかこう保守では評判悪いけどさ国民的には人気あるじゃないですか。 あるいいは小林孝之さんとか最近若い名前が出てきたでし,ょしたあもし1年3か月後にですね岸田さんが1年3か月後だってもう岸田さんは、えー、とあと1年3か月やったらですよえっ、ー、と1500日でしょそしたらもう長期政権ですよ4年数か月のそしたらね、えー、もう小泉さんに迫る長期政権つまり選択肢が1個じゃないんですよ皆さん今実は。 もう菅さんの時みたいにもうあと一月で菅さんに決断してもらわないともうこのまま選挙負けるぞじゃなくて1年3か月場合によっては選挙先なんでその時までに岸田さんがどういう選択肢をする今言ったようにその段階まで全力でやって後進に道を譲るという選択肢もあるかもしれないじゃないですか。ただ今国政は順調なんだから で順調であると同時にいろいろなそのもうなんか統一教会問題から政治資金問題から嫌な後味の悪いあるいは見当違いな問題をたくさん抱えちゃったよね。っていった嫌なものを全部岸田さんが自分一台で全部やり終えてそして憲法改正までついでにやって仮にですよまあ私はそっちを狙っているんだけども仮に憲法改正やんなくても嫌な荷物を全部岸田さんがすっきりして 1>, 1年数か月後に「さあ後進に渡す」って言って若い子たちで選挙戦をバーンってやらせたら勝っちゃう選挙なんか。だって民主党に政権交代やれるだけの人材いないんだもんやる気もないし。そしたら今さやれ石破さんだ茂木さんだうんぬんだかんぬんだ,だ,だっていうようなことにあまり根拠がねここで総裁選って言っても皆さん沸騰が100度だとしたら今の感じっていうのはね、まあ 2 0十度の水で入ったらもう寒いってなるそれよりは暖かいけども菅さんがちょろっと言って石破さんと飯食うって言ったらまだね沸騰から見たら温度は4 0度とか4 2二度せいぜい入ったあっちちっていうようなレベルには到底達してないそしてこのまま9月までまだ2か月半もあります2か月半この同じ顔ぶれで持たせられるようなスーパースターいますか 2ヶ月半テレビをにぎわせてその間視聴率上がると思いますか毎日出てくる顔がですよ石破さんと菅さんと河野さんと高市さんこの顔ぶれでですね2ヶ月半視聴率維持できないからテレビやりませんよ自民党総裁選なんかちょろんとしたニュースですよそんなのそれだと大谷君の方やりますよそれからこれからパリ五輪やるんでしょねし選挙のあ あの要するに総裁選とテレビメディアの関係から言っても仕掛けが早すぎた今回の菅さんはどう見てもですからそんなことをやってる暇があったら自民党を真面目にこっちやってくださいとこっちをやって株を上げなさいと一人一人ね茂木さんにしてもそのほか名前が挙がってる高市さんにしても河野さんにしてもですね総裁がこれをやるって言ってんだからさ総裁と一丸になってやってしかるべき岸田さんではもう持たんと。 どこまで行っても選挙の顔にはならない人だと最終的にもうそこまで追い詰められたら堂々と選挙総裁選を申し出たらい,いも申し入れて昔の幹下ろしみたいにさあるいは盛り下ろしみたいにねっ幹下ろしは盛り下ろしみたいにやったらいいんですよ政争そのほが国民もおおこれは面白いゲームが始まるぜ今やったってしらけるだけそんなのやるぐらいだったら 憲法改正一生懸命やってこいつは本当に政争に政争や政局に煩わされずに国家感があるなとこんな時に岸田さんをね20%の総裁の岸田さんを支えて憲法改正をけん引したらそれはね高,高市さんだって石破さんだって株上がりますよっていう側から言った方が私はいいと思います。えー、っと本当はこの中身は話そうと思って長くなりすぎたら今度の次回にしましょう。 ここまます